今日は御堂筋にございます、はい、他おねおねさんの店舗にやってまいりました。話題やからね。全速トレイル、はい、やっぱりトレイルはトレイルシューズがいいんですか。特徴あるんですか。これはそうです、ソールの部分のラグが全然違う、はい、深いので、うんうん、滑りにくくこれやグリップがすごくこ れ, これ持ってうねび山行きましょうこれ持ってうねび山行きましょう。元気盛り上げチャンネルでございます。お願いします。今日はさあ今日はちょっと御堂筋にございます、はい、ポカオネオネさんの店舗にやってまいりました。話題やからね。話題すごい場所にあるんやね。ねえ、これだって御堂筋の道頓堀よりちょっとこう北か、ね、そうですね、はい、ええー、場所ですね。ええー、場所にありますけれども、さあそんな中で、はい、今話題のポカオネオネちょっといろんな方測れてますもん ね, ね方ありますよ。ちょっと僕も前から興味あったんで、はい、今日はせっかく大阪に店舗できたんで、はい、ちょっと教えてもらいたいんでスタッフの加藤さんに。加藤さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。綺麗、ね、いやいや全身、全身ほかです。はい、ここの店舗いつできたんですか。去年の12月にオープンしました。ほか、おねおねの特徴っていったらどういうところになってくるんですか。特徴でいうと、はい、まあ、厚底ランニングシューズのパイオニアで、そうですね、クッション性がいいとされているので、うん、そこが一番のポイントです。僕らからしたら、はい、トレイルの、はい、シューズだという、うんうんうん、そうですね、イメージもありました。確かに結構トレイルランナーの中ではすごいシェアが高いんですけど、昔からね、そうですね、でも最近ちょっとこうじわじわ知名度が上がってきて、うんうん、あのフルマラソンだったりハーフマラソンが、うん、増えてきて増えてきた、はい、まあ、ちょっとまずはですね、はい、ドンとランニングシューズあらやっぱそうですね、教えてもらっていいですか。はい、かしこまりました。まずはランニングシューズをお伝えしましょうか。どれがあるんですか。どれが、まあ、はい、森脇さんぐらいエリートランナー。森脇さんはエリート中のエリートですかでしたら、はい、そうですね、なんだこれは。こちらのロケットシリーズ、カーボンプレート入ってる厚底シューズ。カーボン大好きですね。カーボンのしなりでこう推進力のあるシューズなので、はい、うん、スピードが出せるというので、はい、ぜひ。面白いですわ。軽い、これまた軽いな。ほらいいですか、めちゃめちゃ軽い。軽い、シトぐらい軽いですね。シトぐらい軽い、シトカラーですね。あ、裏もソールもこうなってますね。なんか発泡スチロールみたいになってる。だいぶ軽量されてるんじゃないですか。めちゃくちゃ軽いです。すごい、はい、これはちょっとおしゃれ、おしゃれやわ、いいですね。で、こっちウェアです、はい、おしゃれ、色がおしゃれ、ね、パキッとしたビビッドなカラーで、僕もこういう色大好きです。こういう色大好き、もう大好きなこういうカラーが。生地もちょっと乱パンの星も、ほんま、加藤さんだいぶ生地まで軽量化してますね、はい、これめちゃくちゃ軽いですね、あの蒸れにくくなってます、はい、僕らの知ってる乱パンと違うぞ。これ日本にこんな生地ありますか。日本にこんな生地ありますか。通気性非常にいいですよね。そうですね、ですごく軽くて、うんうん、はい、シャツもわ、いいわ、もう最高、いいですね、蒸れないですね、蒸れない、はあ、そっちはこっちも、こっちもランパンですかね。そうですね、はい、このランパンもいいですやん。なんかインナー入ってんの。インナー入ってるよ、これ入ってる。でもこれちょっとインナー入ってるのありがたい。インナー入ってるのありがたい、はい、インナー入ってるのありがたい、いいわ。そして、はい、加藤さん、こちらは、こちらは、こちらは最近ハウンニュースでも書かれている方の多いボンダイというモデルで、うんうん、他のシューズの中で一番クッション性が高いモデルと、はい、ということは普段履きもして、じゃあちょっとジョグもできるっていうぐらい、はい、ジョグもできますし、うん、はい、100キロとかウルトラマラソンでも、うんうん、履いていただけるぐらいの耐久性とクッション性があります。今履かれてるのこれですか。そうです、一緒です。立ち仕事でも疲れないってことですよね。結構立ち仕事で買われてる方も多いです。はい、なるほどな。はあ、これもかっこいい、ね、めっちゃかっこいいですやん。これもかっこいい。カバナというのって、うん、トレッドミルとかちょっと柔らかいところで走るのに適してます、ね、ジムとかでね。そうです、そうか、
全速トレイル。夏場はね、はい、もう僕はもう暑いからやっぱり山入りますから、山入るのも普通のシューズで走んでんけど、はい、やっぱりトレイルはトレイルシューズがいいんですか。特徴あるんですかこれは。そうです、このソールの部分がラグが全然違う、はい、深いので、うんうん、まあ、小石だったりとかが生まれにくいのと、滑りにくくこれやグリップがすごく、はい、これ持ってうねび山行きましょうこれ持ってうねび山行きましょう。タイム出ますよ絶対僕のシューズなんかここに穴開いてるから、ここに小石たまんね、小石カツカツなるんですね。カツカツなんね、カツカツなるわ、よなりませんね。ようケツまずくのよ。でもやっぱこれはすごいグリップが、やっぱトレイルよって全然ちゃうねんね。はい、トレイルといえばこのシューズ、スピードウォークっていうんですけど、うんうんうん、こちらが、まあ、ベンチマーク的な感じで、チャレンジャーというこちらのモデルは、まあ、トレイルとロード両方対応できるので、なんか他おねおねさんで言ったらやっぱりね、もともとトレイル、はい、シューズから始まったイメージありますね。あ、定番シューズ見せてもらっていいですか。いいですか。はい、まずランニングを始めたい方が、はい、言われたら、うん、まずクリフトンを最初におすすめするシューズ。結構厚、はい、いですよ。これ どの辺がいいんですかこれは。厚底でクッションもあるんですけど、でも軽いんですよ。確かに、はい、軽い軽い。まあおしゃれやし、ね、普段履きもできるし、そうですね、いいですね。カラーバリエーションも、うん、あ、ほんまや、派手なカラーからシックな感じ。結構レースとか、まあ、ランニングで使われたい方はこの辺の、なるほどね、カラーで何にでも合いそう、何にでも合いそ う, いそうというので、はい、まあ、初心者の方はまずここからと、まあ、こからねいうとこですかね。はい、お店にこういうのがあるってのはありがたいね。森脇さんの足が、はい、あ、出た、おお出た、あ、出た、あ、すごい、全く一緒ですね、左右。これすごいことなんですよね。あなたにぴったりのシューズはだからドキドキしますね。これですよって、なんか出ましたね、こんなんがありますよっていうのは、はい、こういう風にちゃんと言って、ね、これはもうあっても、もう3分5分でできるから、ね、来てすぐ自分に合ったシューズが。じゃあちょっと行きましょうよ、はい、ちょっと他おねおねさんで指剥がしてもらおう、ね、走らせてもらおう、お願いします。カズさんどうですか。めっちゃ似合いますよね。かわいい。いや、もうめちゃくちゃいいわ。はい、なんでそんな笑うんですか。なんか、これが変わったかな。いやでも、めちゃくちゃ通気性がいいのが分かります。軽くて通気性がいいんで、はい、汗かいても大丈夫です。ほんでこれ走ったらこのロケットがどんな感じなのかって、ちょっとむちゃくちゃすぐ走りたいです。いますか。あ、でも森脇さん待たしてるな。森脇さん待たしてるな。じゃあ森脇さん、おい、お願いします。お待たせしました。森脇さんも、あら、これいい。うわ、森脇さんもいい。軽いね。軽いですね。やっぱ通気性感じますよね。すごい軽いな。今までのちょっとウェアとまた違いますね。なんか色味がすごい新鮮です。そうですね、あまり普段森さんあんまりこういう色合いがないので、ね、でもまたこのトレイルランっていうのが僕初めて、トレイルシューズが、はい、ちょっとこれ走ってみたいね。ちょっとね、靴気になりますよね。靴走った時にどうなるのか、めちゃめちゃいいよね。はい、はい、これはカーボンは、これは入ってる、はい、両方とも入ってるやつが入ってるので、スピードが出る。じゃあ一遍いいですか、はい、ロケットから、ロケットどうぞ。すでこれ試し履きできるのいいよね。ここで走らせてもらえね、ここでね、でガンガン走っていただいて、ガンガン走っていただいて、はい、はい、ちょっとこれいいわ。ジョギングぐらいでちょっとね、推進力感じますわ森さん。あ、もうちょっと行こうな。 あこれいいな。あ、めっちゃ推進力。どう、あの靴は靴めちゃくちゃ推進力感じます。はい、なんかこのまま御堂筋走りたいですわ。大阪マラソンや、はい、大阪マラソンコースですかね、これ大阪国際女子や。はい、いや、ありがとう、ありがとうございます。あ、
いや言うてもね、はい、最新の厚底シューズになるからね、はい、はい、一種福祉さんになった感じでしょ、ね、はい、十打かよこでした、はい、十打かよこ傾斜つけよう、はい、おお、ついてきた、ついてきた、はい、おお、上がってる、登ってますね、登ってる、あ、でもやっぱ、あ、めちゃめちゃ登ってるやん急に、急に箱根の服みたいになってましたね、ブーグリップしっかりしてるな、推進力出ますよね、やっぱりいいな、やっぱり普段山走ってると思う、普通のシューズで走ってるからアップシューズやから、あの、もうそこ噛んでくれるっていうの、なるほど、滑らない、言われてましたもんね、滑らない、実感しますか、やっぱり、うわ、やっぱ全然違う、いや、もうここで練習して帰ろうみたいな、ほんまやな、何キロ走られるんかなと、いや、ホッカさんの最新シューズすごい、トレイルシューズっていうのを初めて履いたんですけど、はい、こんなに違うんやな、全然違いました、やっぱり傾斜つけてやったから、はい、もうそこ今までね、はい、ちょっとこう、ちょっとどっかでけつまずいたり滑ったりドーンひっくり返ったりしてたことはしょっちゅうあったんですよ、あ、そうなんですね、はい、気をつけてくださいよ、特に上り坂でも下り坂で一番ダメです、はい、まあ、下り坂でやっぱりけつまずいてひっくり返ったりとかしてたけど、やっぱ違うな、暑い暑い、はい、夏はどうしても山に入って、はい、ね、練習してるんですけど、はい、僕らそこまでトレイルシューズまでっていうのはなかったけど、はい、やっぱり専門シューズは大事なことに思いましたね、いや参った、ね、恐るべしたほか最高、はい、最高でした、また軽いわ、俺裸で走ってるのかな思った、いやいや捕まるでしょ、全員なんで走ってるんですか、韓国領事会いきなり来ますよぐらいぐらいぐらいね、軽かったですね、はい、そういう規制もありましたから、どうもありがとうございました、ありがとうございました。